はいどうもリーベです。パワープロ2018オートペナント続きやっていきましょう。前回から少し時間が経ってしまったんですけども、そうだね、2位だったんだねちょっと忘れつつあるので、まあ、早速行くんですけども、年間表彰式からですね、行きましょう。年間表彰式です。各種タイトル発表どうだ。ベスト9、ファースト清野、セカンド山野、いいね、2人か。はい、そしてゴールデングラブが岩田、そして外野手ダウン、2人か。そして個人タイトル、清野が打点王に輝き、中継ぎと抑えも輝きを取り戻して、岩田が、勝率第一、いいね。まあそんな感じか。わかりました。沢村賞はいなかったんだ。契約更改です。はい、契約更改。岩田 FA、 川手 FA、 矢作 FA、 倉持ポスティング。うわ、今シーズンいっぱいだな。なんかちょっと待って、岩田、川手、矢作、なるほど、岩田 FA したか。さあ契約更改なんですが、まあ監督変えなくて、そうだね、別に特にいじるところはないかな。さあそれでは契約公開していきましょう。山のベストナインとっても下がるの、マジか、これ厳しい評価だね。超早熟、厳しい評価だな。まあこんなもんかな。そんなに自由契約とか、まあ引退、白浜引退か。うん、そんな感じですかね。白浜引退だったらさ、ああ結構監督の才能あるね。まあでも元西監督から変えるわけにはいかないので、変えるとしたら岩波監督がいいのかなと。まあコーチでもいいのか、岩波は。そうだね。白浜監督やってみる、やめとくか。うん、やめときましょう。はい、これでいきます。さあ、松枝引退、岡が引退、白浜引退、塩野戦力外、新島戦力外、鎌田戦力外と5人ぐらいだね。はい、それではドラフトいきましょう。さあドラフトです。いやー、1位の選手どうしようかな。ピッチャーだったら、この人、細田なんですけど、野手で言ったら内山かなと思いますけど、どっちがいいかな。ピッチャーにしとくか、18歳だし。まあでも野手誰もいないんだよな、そうすると多分取れる選手が。それは厳しいので、迷うな。内山行ってみてもいいけど、いやここはエースを狙える細田で行きますか。スライダー、スローカーブ、フォーク、本格派の左、でも本格だけど左投げサイドスロー珍しいな。行きましょうか細田。さあどうだ。2球団、内山は何、単独、マジか。これ2球団絶対取りたいな。左来い来い、まあ残ってる選手からしたらサルタかな。サルタだと総力 A 確定だね。肩はまあ C 以上、ほぼ B か。で守備がわからないのと、ミートはまあ D は確定か、ほぼほぼ。はい、サルタで行きましょう。で2位指名なんですけども、いないんじゃないか。
あーまあ悪くない選手、中津がやっぱ取られるよな。あー三井守備型か。野手いねえな。姫だね。出川か。まあこうなると出川ぐらいしかいないんじゃないか。ピッチャーはそこそこ残ってるので、まず出川、そして残ってるかな、福井か。22歳か。ギリギリな。だったら野田だろうな。野田で行くか。野手が取れないね。まあ、猿田は取りましたけども。それ以外がいないな。あ、蓮田残ってんの？蓮田っていうのこれ。あ、三井残ってんの？じゃあ三井にしよう。守備型のね。守備型というか総力型か。あとはもういないんじゃないか。いない。以上です。というわけで、獲得したのが1位が猿田、2位が出川、3位が野田、4位が三井となりました。まあちょっと今年は微妙だったかな。はい。で、帰国選手交渉は特にないんですが、ポスティングを倉持がしてるので、ポスティングを見ていきましょう。まあ挑戦させてもいいと思うけどな。ちょっと倉持に頑張ってもらいたいな。承認しよう。海外へ行ってらっしゃい。送り出した。アメリカリーグメジャーだね。いいね。オッケー、いってらっしゃい。ということで、抑えがいなくなったと。抑えいなくなったのはきついけど、ドラフト選手を見ていくと、ピッチャーはそこそこいるので、出川どう？特に特能はないけど、野田を逸材、逸材だけど伸びがないのか。さあ1位の猿田はどうだ。サルタプルヒッター走り屋ね。はいはいはい、一番バッターの候補だね。どんな感じかは分からんけど、まあショート今は匠32、そして佐野30なので、まあここにサルタ22歳が入ってくるのは全然不思議ではないのでね。まあ鮫島もショートできるんだけど、ダウンと柳とあと一人って感じだもんね。で、そうか、矢作、この FA 交渉で矢作を確実にものにしておかないといけない。これは年俸ランク C 5200万です。安いからな。全然1億レベルだもんな。で、川手には残ってもらおう。さあこれでいいかな。あ、岩田危ない危ない。岩田を取ろう。ほら、多いな。まずは矢作55番用意して、もう1年頑張ってもらう、1億で。そして、川って22番で、倉持がいなくなったので、まあ1億上げときますか。9900？ 1 億でいいよ。1億でお願いします。で、岩田はもうね、5億でいいよ。はい、球界のエース5億円で残ってもらいましょう。さあ200勝投手だからね。で、代わって矢作、岩田が5
5億円蹴ったぞ。どこ行く？ちょっと待て、岩田中日行ったの？え、2億9000万で？すごいな。5億出したのに。マジで？じゃあ中日からいい選手を引いておきましょうか。誰かいないかな。まあでも岡の1年頑張ってもらってもいいよな。全然勝てそうだもんね。1年岡のかな。いやー、これはちょっと痛いな。エースと抑えが一気に出てったでな。この年は厳しい。次、来年は厳しくなるな。自由契約は、ちょっとこの辺使ってってもいいかもしれんな。クリス。この辺とかね。全然投げれそうな能力の人ばっかだでね。これ、11勝してんのに戦力外になるの？えげつないの。10。ちょっと使おうぜ。2300万。安っ。アースキン高っ。全然でも抑えできそうだもんね。日置とか全然勝てそうじゃんね。使えそう。全然使えそう。いかん。特納で見よう。一回。特納で、川野？これ中継ぎで使えるじゃんね。で、特納も一応、特納要員としてもらっておけ。左右ち使うか。450万だしな。全然やれるよ。さあ、4人獲得しまして、これで、岩田の代わりになるかどうかわからないけど、まあ、なんとか戦力を戻していこう。で、海外留学は、誰にしよう。そもそもどこに行ける？ヨーロッパ、アフリカ。まあ、そうだよな。ヨーロッパ。一応ヨーロッパにしといて、まあ、サルタの守備か。まあ、そうだよな。あとはピッチャーのコントロールだから。絶妙にいないな。小坂とかやって、コントロールいいんじゃない？小坂とサルタで、ちょ、勝つだ。まあでも小坂とサルタでいいや。二人でヨーロッパ行ってもらいましょう。ちなみに名前本当にサルタ？サルタだね。オッケー。間違ってなかった。で、ヨーロッパに行ってらっしゃい。はい、キャンプ。はい、そんなわけでキャンプをスキップしまして、こんな感じかな。結構下がってる人多いな。ちょっと高齢化も進んでるかもな。それを考えるとだいぶ厳しいんですけど、一応オーダーだけ考えましょうか。はい、そんなわけでスターティングオーダー考えたんですけど、まあこんな感じかなと。柳、匠、ダウン、そして清野、矢作、飯山、北井、山野かな。でも岩波と、岩波をスタメンからもう外しまして、もうミート F、 パワー F なんでね、もうこれは厳しいんじゃないかというわけで、まだ一軍にはいますけど、
まあ一回期待で開幕してどこまで粘れるか。まだね、おそらくそんなにめちゃくちゃ打てるっていうわけではなさそうなので、まあピンチになったら岩波戻してもいいしっていう感じでやっていけたらかなと思います。はい、そんなわけで今回はまあここまでにしとくか。はい、であれか、オープン戦はもうチャラッと進めちゃいます。あ、まあやっとくか、進めちゃうか。え、ピッチャーの方なんですが、まあこんな感じかな。で、抑えは南にしときました。はい、で中継ぎに川手を固定させて、北田とかね、で須藤を固定させて、であとはまあ西内とか、最近というか自由契約で取った選手も一応入れて、で融合させてっていう感じで、まあ一応エース高岡で行こうかなと思います。はい、そんな感じですね。まあオープン戦の方は飛ばしていきますね。はい、 DH は栗ですね。はい、対象いいね、栗ツーラン、そして矢作スリーラン、いいよ。打撃はね非常にいいと思ってるんですけど、まあ何せホームランの数がそこまで多くないということで、どうなるかっていう感じなんですけど、もう一試合見ていこう。見ていくっていうか、飛ばしていきましょうか。で、ピッチャー岡野。これがね、岩田と代わりになって、はぁ、惜敗ですね。まあ、ホームラン打ててるんでね。うん。ピッチャーが悪いと。ピッチャーが悪いっていうか、しっかりしてほしいね。はい、3試合目。菅野が先発。どうだ？はい、解消。いいよ。まあ、打てるね。そして、抑えがあれか、打たれたな。ホームランもしっかり出てるんで、これ、意外に悪くない気はしなくもない。はい、そんなわけで、3月28日、いよいよペナントレース開幕ということで、2042年のシーズンが始まるということで、次回からやっていこうと思います。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。